はい、どうもみやびです。じゃあホタルの日記の続きやっていきましょう。といったところなんですけれども、今回ちょっと、一つ謝ることございます。今現在チャプター3の1をやるところなんですけれども、実はここ、クリア1回してます。1回クリア、このチャプターのクリアまで、録画したんですけれども、ちょっと確認してみたところね、音声ファイルがうまいこと取れてなかったみたいで、ゲームの映像だけ、ゲームの方の映像と音声だけしか入ってませんでしたっていうのに気づいたんでね、3の2やる前に気づいてよかったですけれども、急遽、3の1をこうやってやり直す形となっておりますので、3の1に関してはもうクリアまでやってます。で、もうここに関しましては、記憶のかけらも見つかったので、回収しちゃいましたということで、やっていき、もうすでに始まっていますが、風を、受けていろいろしていくっていうステージになります。こんな風にね、傘を、持って、ポピンズごっこをしながら進んでいきます。で、ここはね、上に行きすぎるとなんか布みたいな魔物にぶつかるので、下を通っていきます。で、ここに関してはあの真ん中の回転の子とその下の魔物の間を縫うように進んでいきます。これで多分いけるはず。いったいった。ここ結構難所でしたね。1回目の時ここだけで結構5分6分ぐらい無駄に死んでました。ここは、マイクロと高さ稼いで降りていきます。でね、この飛行中の操作なんですけれども、結構左右に感性働きますので、大きくずれてしまうと、うわーマジか、よし、じゃあやっていきましょう。結構ね、感性が働いててね、左右に大きく振られてしまうので、こんな感じでね、なかなか左右の操作が効かないので、もうこれでいけるはず。よし、いった。まあ、単純にこういう感性効いた動きのアクションが苦手っていうのでね、キープレイだろうかなんだろうか、死ぬときは死にます。で、ここは思いっきり右に入れておきましょう。でないと、回転の首で刻まれます。で、ここの右に押されるのは特に、意味はありません。で、ここからまた新しい、ギミックというか、地形が追加されます。下の水ですね、これ触れると一撃死です。注意してください。ここは上まで速度を貯めておきたいところです。ここで、無理か。結構遅いですね。この辺で行きましょう。ここ真ん中のイカ、乗ると崩れるイカで、乗ってしまうと落ちます。トラップです。で、上の魔物に当たらないように、かつ、下のイカに触れないような高さで、移動する必要がございます。で、ここで思いっきり左に押されて、一旦、空中飛行の旅は終了。じゃあここではしごを降りて、ここ登ります。で、このスイッチを押してやると、はい、こんな感じでファンが回って、あの魔物が押されます。このファンはね、時間が経ったら切れて、また物がピュンって戻ってくるので、なるべく早いうちに行動を起こしておきたいところです。で、箱を伝っていきますが、このスイッチを押すとね、水位が変わります。よし、箱を落としてミオンが落ちないようにしましょう。で、先にここでもう水位下げときましょう。で、
のキノコに触れるとこの風にミオンの頭に清の効果が入ります。こうなりますとね、今までとは逆に光に向かって誘導されてたミオンが光を避けるように動くようになってしまいます。それだけでも結構厄介なんですけれども、このキノコ状態のミオンは、止まることができません。よし、こんな風に行くんですけれどもね、止まらないんですよ。こんな風にもう右か左かどっちかに動きっぱなしです。で、ミオン自体をタッチしての、座らせることもできないので結構ですね、さらにめんどくさいステージとなります。で、ここを上に行きます。あー、いったん降りて。で、あの魔物を避けて右に進みます。あー、もうめんどくさいな。で、このキノコ状態の時ね、結構どのタイミングでね、向き変わるかっていうのがちょっと分かりにくいんで、ミオンの動向には常に注意を払っておきましょう。ここで一旦ちょっと止まって、はい。で、ここのカッターでキノコを刈り取ってもらって、ミオンが正気に戻ってくれます。はい、これでチャプター1が終了です。ちょっと一旦録音の確認しますね。はい、確認してきました。無事に済んでましたので、じゃあ次、チャプター3の2ですね。進めていきましょう。さてさて、もうね、取り直しでちょっと体力的に疲れてるんで、もしかしたらこれチャプター途中で止まるかもしれないですけれども、またキノコあるで。はい、左右逆転します。上に進んでなんかある、右に進んでなんもなし、影もなんか影左上にあるな。ちょっと行ってみましょうか。お、何の スイッチやって、これあれか、押してみましょうか。なんかまた後で使いそうな感じでしたね。とりあえずここを登る感じですね。で、こうしてで、こう、よし。で、スイッチを押して、で、はあ、なるほど。こうして、これは何のスイッチ？せやんな、そうなるわけやんな。あ、まあなんかね、あれかなっていうので、あ、これもしかして双葉じゃない？双葉じゃない？よしよし、ちゃうかったわ。あ、キノコ回避できるよってことか、これ。はあ、なるほどなるほど。一気に戻ってキノコ取ったけど回避して進むことできたんですね。じゃあ次死んだら回避していきましょう。この状態はちょっととかくめんどくさい。もちろんですけど、これも
止まったりとかしないよね。せやんな。おっと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 、はい、登って登って、この状態で止めて下に垂らす。でこの状態でレバーを操作。はい、これで先に進めますというわけですね。おっと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 。でこのスイッチを押すことで、おお、空を飛ぶことができますと。これスロット、え、今何に当たった？ちょっとよくわからんぞ。ああ、これはあかん、これはあかん、これはあかんのはわかる。ああ、なんで俺来んねん。ああ、まずい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 。よし。ではこのタイミングでスイッチ入れちゃいましょう。よし。でこれでビューっと。やばいな。よし。おお、結構ギリギリでやばいな。これ多分なんか押せるようになってますけれども、押したとこ、あ、気を取り直して、あー、なるほど、上にも物いましたね。はーい、何度でもトライしますよ。もうミオンちゃんの死体の山がとんでもないことになってますけどね。で、ここか、このタイミングでか。よし。マジか。え、マジで。タイミングシビアすぎ？ここは思いっきり右に、左に誘導させることで回避できます。で、ここ左入れるでしょう。で、キュンと入れて、入れるでしょう。で、ここで、こうしてすぐ左に入れることで回避。難しいなぁ。よし、いった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 。これは左に大きく寄せましょう。うわぁ、え、これどうすんの。
お、行った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 、あーで、あ、行った、間に合った、これは行ったんじゃないかな。で、もうこの時点でスイッチ切りましょう。ここにあるスイッチを切って、じゃあここの風が収まるので、あー行ったー、そういうことか、あー、うお、遅い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 、これは無駄にしたあかん、これは無駄にしたあかん、無駄にしたあかんぞ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 。はあ、行った、行った、行った、マジか、嬉しい。はあ、行けたー。なんかなんもないね、なんもないな、なんもないな。あー、まだまだ左に、いや、右、左じゃない、いや、右や。右にいろいろあるけども。チェックポイントやろ、とりあえず。嬉しい。あー、なるほどなるほど、分かった。よし、より細かい操作を要求されますね、ここ。はい、えい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 えまあ、全体的に右に動きつつも、ただここのあれからははみ出へんように、あー、ここよしで、一旦ここでストップしましょう。あのエレベーターは上がってく、あ、なんか記憶のかけらある、なんかしたらあっこに入れんのか。よし、とりあえず下行けたー、よし、じゃあここスイッチ押すでーい、よし、うんーで、ここ、あー、なるほどねー、あー、死んだ、多分ですけれども、これを見送った後、あー、まだ早い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 よ、まだ早いよ、ここからいける。で、ここで、ここで、止まらずに、おっとっとっと、ここのスイッチを押してファンを止めます。んーで、ここスイッチを押して、あー、行き過ぎた、行き過ぎた、あー、で、同じようにちょっともたつきましたね、今。あ、まあ、さっき あのトゲに比べたら全然難易度低いですけど、やっぱ結構操作性が独特だから、独特だし、このキノコ状態って結構感性が働いてるんですよ、動きに。なんで結構難しいですね、そういう点では。ここのエリアは、スイッチを押す、よしよしよし、じゃあここで、はい、これで行かれへんのか。で、押す、ちょっとだけ戻る、よし、これで、あー、死ぬー。あー、なるほどなー。あ、こっちからいいのか、こっち罠かいな。あ、これできるやん。あ、行きました行きました。あ、これで記憶取れましたね。うー、あ、でもそっか、こうふわふわするっていうのもあるのか。まあいいや、何やと思われ、記憶のかけらとりあえず回収しましたと。回収できるところはね、回収しておかないと。お、一番最初に見たお家ですかね。
眠たいならベッド行けという感じでしょう。へい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 。まあ寝ろと。はい、じゃあ帰りましょう。何気に人の当たり判定がちょっと大きいですね。じゃあ、はい。ああ、電気消すんですね。はいはい。ああ、それだけ？ああ、で、落ちていきます。あ、オッケーオッケー。逆に早すぎたらこれ、あの電の子でやられてたんですかね。よし、じゃあもうここで右に入力、右にっていうか、まあ左に置いて右に誘導しておきましょう。よし、でまたふわっと上がっていきまして、左へ。まああれですね、さっき左から通ってきた時と合流するってことですね。うわ、またトゲある。もうこれ嫌い。あーよ、これもしかしてもうあかんかったりする系。あ、いけたいけた。よしよし。お、なんかスイッチありますね。よいしょ。影でスイッチを押して。じゃあどうなる？うわ、ちょっと待った待った待った。トラップ。完全にトラップ。で、もうこの段階でここのスイッチを入れちゃいましょう。そしたらここスムーズに上に上がれるんで。よし。え、あのスイッチ押す必要あんの？ん？あのスイッチを押す必要性が感じられないんですが、とりあえず、よいしょ。スイッチ押しましょうか。うん、あるんだったら何か意味があるんでしょう。この辺りでスイッチ入れまして、で左に急いで急いで、いやでも だからって、引っかかった。だからってこの下のレバーを押せるわけじゃないしな。まあ押すにしたらちょっともうタイミング遅すぎたっていうことか。はあ、いけるか、これでいけるか。お、いけた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 。ふう、これで進めましたね。あのスイッチは絶対に触れません。お、なんか左に行けばもうあれですけど、上になんかありそうですね。2個目のかけらってあったりすんの？ちょっと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 。そう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 。そうですけども、そんな感じはなく、わー、間に合うかー、間に合わない、どれ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 、
な。さあ、で、上に登り詰めて。怖いか。これはこのまま行けば何かあるんですかね。まあ、でももうこれが最後の1個っぽいんで上に行きましょう。ここまでってあの C しかなかったらちょっとこれはこれで。よし、じゃあ普通に先に進んでいきたいところですが、もうちょっとね、最初の激ムズトラップくんのおかげでだいぶと精神やられてるんで、今回はここまでにしときたいですけども、まあチェックポイント表記があったよなってことはまだ先があんのか。いや、まあいいや、ここで一回切ります。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。